はい、今週もやってまいりました沖田ヒロムのラブラブラジオ第213回です。暑い毎日ですけど皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週も、いつも通りね、沖田ブラザーズバンドのロケンロールというアルバムからトラベリングアローンという曲をお送りしております。とてもいいアルバムなんでね、ぜひね概要欄に貼ってありますんでですね、よかったら聞いてください。さあ、夏バテ結構してる人多いみたいですね。なかなか僕の周りでもバタバタと、ダウンしてる方が多いんですけども、まあ、結構なんか意外とスポーツドリンクをガブガブ飲んだりとかね、人工甘味料の入ってるジュース、まあ、コーラとかね、ソーダ、サイダーとかそういうのを、常に飲んでる方が見られてちょっと危ないなと思いますね。糖分っていうのは逆に低血糖とかにつながってですね、だるさとかこうイライラしたりとかね、夏バテを誘発しかねないということで、まあ僕、別に、スポーツドリンクも、ジュースも悪いって言ってるわけじゃないんだよ。飲みすぎは良くないですよと。逆に、体に負担をかけますよということで、まあ、基本的に麦茶とか、水とかね、の方がいいのかななんて思います。あと僕はね、僕もちょっとやっぱ暑いと、正直ね、そんな超人じゃないんで、きついです。毎日毎日暑くて。で、でも、疲れるは疲れるんだけど、疲れを残さないために僕がやってることは、納豆ご飯に、ニンニク、生ニンニクを、一かけ分すりおろして、あと、黒酢を大さじ2くらい飲んで、寝る、うん。これが即効性ありますんで、ぜひね、夏バテで悩んでる方は、ちょっとこれ試してみてください。寝る前にね。いや、できればね、チューブニンニクじゃなくて、生ニンニク、ちゃんと買ってきて、すりおろし、ちょっとめんどくさいけどね。やって、黒酢もね、まあ、黒酢そのまま、俺は飲んでるけども、酢の物とかにしてもいいし、ドレッシングとして作ってもいいし、なんかね、サラダにして食べたりとかね。いろいろアレンジはいろいろ効くと思うので、ぜひ、この黒酢と、納豆のネバネバとね、ネバネバするものは夏バテにいいって昔から言われてます。本当その通りだなと思いました。あとニンニクもね、ニンニクは血液をサラサラにしたりとかね、滋養競争にもとてもいいので、ぜひね、ちょっと夏バテ、辛いな、毎日辛いな、もう疲れが取れないなという方はちょっと試してみてください。これ僕がやって聞いたからみんなが必ず聞くとは限らないんだけども、ちょっと試してみる価値あるんじゃないかなと思います。さあ、今週のテーマは、底辺職業ランキング。これ炎上してますね、底辺職業ランキング。まあ、つまりね、底辺の職業をピックアップして、まあ、例えば、工場作業員とか、警備スタッフとかね、あと、保育士も入ってるんだね、ちょっと不思議なことだね。あと、いる、なんだっけ、ちょっと思い出せないけどさ、まあ、そういうね、まあ、ピックアップして、じゃあ、そういう風にならないように、その底辺、職業ランキング、コンビニとかか、マックとかもそうか、思い出したけど、っていうね、うん、そういうふうな職業に使わないようにするためにはどうすればいいかっていうふうにね、いかにもこう、その底辺職業ランキングに明記されている職業が、すごくね、社会的に役に立たないものだとかね、蔑まれているような書き方をされているのに対して、こう炎上しているんだけども、まあ、みんな知ってるから詳しくは言わないんだけども、まあ、コンビニ、まあ、代表されるコンビニとか、マクドナルドとかね、チェーン店で働く人っていうのは、結構いるんだけども、僕は逆にコンビニとかってさ、逆に言うとさ、もう、時給とか2000円くらいしちゃってもいいくらいだと思うんだよね。というのは、これ、こういうこと言うとあれなのかな、こう、相対的に見ましょう。相対的に見ましょう。だからあなたがもし、目の前に弁護士さんがいたとしますね。で、その傍らに、コンビニのバイト、コンビニがあったとしましょう。どっちを利用しますかってなった時に、弁護士って限られた人、限られたタイミングか。で、まあ、もしかしたら一生使わない人っていうのもいるかもわからないね。で、そう考えた時に、コンビニってのは結構皆さん行きますでしょ？まあ、行かない人もいると思うんだけども、コンビニとかスーパーとかさ、マックでお茶したりとかするじゃない？そういう頻度の方がやっぱ弁護士よりは需要が高いわけですね。だから、それだけたくさんのタイミング、まあ、薄利多売なんだけども、たくさんの人の生活を支えてくれている、そういう、労働者を底辺と、位置づけるのはいかがなものかなということなんですね。だから、じゃあ、だいたい9割の日本というか、まあ、
まあね、日本でいいか、日本のお仕事ってのは9割底辺だということになりますよね。で、みんなが必要としているから存在するわけですよね。まあ、あの飲食だったりさ、あと何ですか、その、介護とかも入ってたんだっけかな、わかんないけども、みんなが使用する頻度が高ければ高いほど薄利多売になって時給も結構抑えなきゃなんないわけですよね。うん、そういうちょっと辛いとこもあるんだけども、だけどもそれだけみんなに必要とされているってことなのね。で、コンビニとかマックに関しては、僕一応気をつけてることがあって、彼らの仕事っていうのはとても大変だし、というのは、24時間、やってるコンビニ多いんですけども、まあ、もちろん交代制ではあるんだけども、まあ、いろんなジャンルのお客さんが来るわね。で、自分が、好き嫌いとか言ってられない。もう、いつも一定のクオリティで接客して、接客だけでなく、裏方の作業もあるわけだね。オールマイティに店を切り盛りしなければならないということで、とても頭が下がるなという、いつも思ってるんだけどもね。なので、僕はいつも会計、お会計が終わった時に、必ず、こう、一礼するようにはしてるけどね。ありがとうございました、みたいな。まあ、声には出さないけども、まあ、そういうリスペクトを込めて、ね。だから僕たちにとってなくてはならないものを、底辺というのはいかがなものなのかなということね。で、その、この職業は底辺だろうという、その位置に自分がいると思い込んでいる。だから、つまり自分は成功者で、その他多数は、なんか底辺なんだというふうな見方を、多分その、運営会社はしてると思うんだけども、こんな狭いとこで上とか下とかっていう、そのね、視野の狭さがまずね、なんか、みみっちいななんて思って、まあ、ちょっとごめんなさい、批判的な感じになっちゃうんだけども、僕はね、なんか、成功、そういうね、まあ、自分は成功したと思い込んでいるんでしょ、その運営の方はね。成功というのはたまたまだったり、その、恵まれて、いろんなチャンスとかね、人に恵まれた、たまたま、なんか宝くじが当たったっていう程度の話であって、なんかいっぱい一生懸命頑張ってる人はいるし、その結果的になんかなんていうかな、大金持ちにならなかったとしても素晴らしい人生を送ってる人っていっぱいいるんだね。だからなんか数値化されたぼんやりこうなんかこうなるのが成功なんだとか、そういうなんか こういうのが底辺なんだとか、こう固定観念に縛られすぎて定義付けしちゃって勝手にね。なんかもうちょっとこう多様化の時代になんかこうなんか視野が狭いななんてまたねこう思ったりしますね。うん。だね、僕はねこういうたびたび起こります、この差別とか区別。まあこれ完全に区別じゃなくてこれ差別だと思うんだけども、僕はこういうのを見て思うんだけども、僕は例えば今お仕事ちゃんをしてますけども、まあそのお仕事ちゃんも多分底辺職業ランキング入ってるんだろうね、きっとね、わかんないけども、あんまりとじっくり目を通してないけども、ただですね、自分はすごくね、これはプライドというかね、自分を愛してるからなんでしょうね。まあ、沖田博美はどこに行ってもどこに出されても沖田博美だというプライドが、プライドっていいのかな、なんか、プライドっていうんじゃなくて自分が好きなんだろうね、っていうのはあって、例えばその、なんていうのかな、本当にもう、これ言葉のチョイス難しいな。たとえ落ちぶれてもと言っとこうか。多分自分がもう仕事もなくて着ぐるみ剥がされてとかね、そういう状態になったとしましょう。でも俺は俺だよ。俺は自分が好きだよっていう、すごくなんか自信があるし。だから皆さんもなんかそういう風に生きていけたらもっと幸せなのなのに、なんでそんな、なんか自分の仕事はこれで、お金がこのくらいあって、で、家があって、車があって、で、こう、なんかそういう所有になんかこだわるのかなっていう。で、その所有欲っていうのかな、承認欲求もそうなんだけども、そういうのを高めてどんどん行くと、自分と相対的に持ってない人たちっていうのが、すごくね、なんか、惨めに見えちゃうとか、だからそういうので、こういう、職業差別ランキングみたいなのができてしまうので、なんというか、その自分が何をしてるとか、何を持ってるとか、どういうふうに振る舞っているとか、そういうなんか、外側のことじゃなくて、自分は自分なんだ。何をしてる時も自分は自分なんだというふうに考えられないかね。なんか、もっとね。うん、もう、まっさらでいる状態でも、俺はすごいんだ、私はすごいんだと、なぜみんなこう、自信を持てないのかなと。なんか、
ね、上っ面のことにばかりこだわってしまってね、本当になんか変わらないんだななんてこうちょっと、こういうニュースを見たり残念な気持ちになります。でもね、僕はまあ今別に全然成功者でもなんでもないしね、あれなんだけども、とってもね、もう工場勤務の方とかね、土木作業員もそうかな、介護、コンビニ、マックとかね、警備員とかね、あ、警備員もそうなんだ。俺ね、たまに自転車で走ってるとやっぱ片側交互通行に引っかかる場合があるんだよね、工事しててね、あれでこう通してくれるじゃん警備員さんが。あの時必ず俺は会釈するからね、ちゃんとね、うん、これ別に自慢でも何でもなくて、やっぱりそのなんか当たり前だと思えないわけ、やっぱりこのそのやっぱり自分のために働いてくれてるってことね。でこれ関連してると、クリぼっちってあるじゃない、クリぼっち、クリスマス一人ぼっちにな人をこう揶揄する、あれもね、この職業差別、職業、底辺職業ランキング の、 考え方とちょっと似てて、だからいや、あったかも、その、だから、所有してる人、だから、恋人がいて、まあ、家族がいてもいいや。で、家で、ね、苦しい、楽しい暮らしを過ごします。っていう、幸せの中にいると、どうしても、一人で、クリスマスとかね、そういうね、独身ですとかね、彼女いませんっていう人が、なんか、ちょっとね、惨めに見えたり、相対的にだよ。相対的に見ると、なんか、ああ、かわいそうだな、なんて、っていうふうに、ちょっとね、思ったりする。ちょっと見下したい気持ちになっちゃう部分は、そういう幸せの渦中にいる人はそう思うんですけども、結局そういう幸せってありがたみを感じてないと落ちた時にすごい惨めだよって、ね、本当に自分の所有しているものは永遠じゃないしね。例えば、銀行に何十年勤めてさ、まあそれは偉い位置に行きましたと。で、それで、ずっとね、部下なり何なりがこう、何々さん、何々課長、何々店長と、まあわかんないけどもね、その人によ役職は様々だけども、ペコペコしてたのがさ、退職したら誰からも相手にされないって、ね、もう暇な時間をどう埋めていいかわからないっていうね、そのなんかその苦しみの中にいる、中高年の方の話もいっぱい聞きました。で、そういうなんか所有とかね、なんていうの、自分に与えられたものって簡単に言ったらいいのかな、そういうものっていうのは必ず手放す時が来るのね。で、手放した時に、何が大事かっていうと、自分を愛することで、これは僕がずっと言ってることで、番組の最初からね、自分そのものを愛しなさいとね、だから何を持つとか、仕事を何するとか、そういうことじゃなくて、真っさらな自分を注目して愛してあげなさいっていうふうにみんなが生きると、そんな他人の職業がこうだ、ああだとかっていうふうな、視点にならないんですよ、まず。わかりますか？その人がどんな仕事をしてて何をしててじゃなくて、その人はこの人はどんな人なのかなっていうふうに目が行くわけです。これがやっぱり多様化につながるわけで、もうちょっとね、皆さん本当にお互いを尊重するとか、まずお互いを尊重するためにまず自分を愛しましょう。まあ結局僕が今日この放送で何を言いたかったってこと、言いたかったことっていうのは、この自分を愛しましょうということなんですね。本当にね、まあいろんな境遇の方いますけどね、病気で体が動かなかったりとかね、まあ生活保護もらったりとかね、いろんな境遇があるんだけども、それはあくまでも、外因的なね、自分が所有しているものであって、立場とかね、ブランドとかそういうものであって、あなた自身はあなた自身で、あなたの範囲内で自分を愛して幸せになっていけばいいんじゃないですか。だから、そういう人がどうだこうだとかね、そういう揶揄するようなことにはならない、自分を愛してればね。本当そういうことをもっと、考えてほしいなというふうに僕は思います。ということで、なんかちょっと今日ね、まとまりのない、まあ結局言いたかったのは自分を愛せということでした。ということで、まあ今日もこんな感じで終わろうかな。本当はネタとかさ、企画をやりたいんだけど、こうなんかね、今朝帰ってきたばっかりで、あと休みが1日半くらいしかないから、あんまりこう考える暇がなくてですね、まあその辺に曲はポンとできてしまうというね、なんかさすがに天才だな自分はなんて思ってしまうわけですけどね、本当、自分が好きですね、起きた自分は。ということで今日も後半は、
路上ライブ情報と、オリジナル曲をお送りしたいと思います。今日はこう夏っぽい曲で、こう今日でき朝起きた瞬間にできた曲っていうね、なんかメロディーがふわっと浮かんだという、ぜひ聴いてください。まあ路上ライブはちょっと参議院選がちょっと終わるまでちょっとお預けというお休みということでしてますので、また追って、お知らせしたいと思いますので、よかったら、チャンネル登録高評価お願いします。じゃあ、番組冒頭にも言いましたけども、暑い日が続いてますんで、夏バテ対策しっかりして、これからまだまだ長く続く楽しい夏をね、一緒に満喫しましょう。では、最後まで聞いてくれてありがとうございました。みんな愛しろ。じゃあまた来週、バイバーイ。波間に光る白い素肌無邪気になって手を取り合って恋をしていい気分になるトマトをかじる彼女になって夢を見させて遊んで触れ合って感じて甘酸っぱくて目を閉じてしまう冷たいトマト気まぐれサラダ誘われてサンバ今宵は衝動腰をひねってダンスの夜さみんなが恋をしたい季節トマトが赤いララ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 La 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 la